1708年設置の県1848年、1878年のロシア帝国ロシア帝国のヨーロッパ部ロシア帝国のアジア部グベールニアは18世紀から20世紀初頭までロシア帝国に設置された地方行政区画である。主張である県知事によって統括される。日本語の訳語としては県が当てられることが多いため、本校では以下。 県と記述する。地方行政組織としての県が最初に制定されたのは、ピョートル一世の時代である。1708年12月18日の直令により、インゲルマンランド県、モスクワ県、アルハンゲロゴロド県、スモレンスク県、キエフ県、カザン県、アゾフ県、シベリア県の8県が設置された。1719年には、県の行政機構について法制化が行われ、 県の数も23まで増設された。県の主張には県知事が置かれ、インゲルマンランド県、アゾフ県では総督が置かれた。県知事には行政、政治、財政、司法の機能だけでなく、有事における軍事的指揮権が与えられた。また、県の下部組織として軍が設置され、プロビンツアの主張として、ボエボダ、ジストリクトの主張として、ゼムスキーコミッサールが置かれた。 エカチェリーナ2世紀のロシアでは、1773年のブガチョフの乱から、地方に対する統制強化の必要性が認識されており、1775年には、後の地方行政制度の基礎となる制度改革が実施された。1775年に制定された、全ロシア帝国の県行政に関する設置法では、県の設置基準を人口30万人から40万人とし、 20県が40県に分割された。また、強力な行政権を有する総督管区、総督府が導入され、しばしば複数の県を管轄下に置いた。また、県の下部組織として軍が設置されるとともに、旧来の軍は廃止された。また、県行政の官僚機構が整備され、県知事を補佐する県副知事や、軍の主張である軍警察本部長が設置された。また、 総督や県知事を監督する高等観察官も導入された。県行政の多くのポストは貴族身分から任命されるものと規定された。1796年12月31日の元老院の決定では、総督府の権限は従来の県と同様に格下げとなり、再び県が設置された。また、県の下部組織として、軍、軍の下部組織として、里が設置された。 またこの時期、総督管区の廃止も行われた。19世紀には、地方行政機関は、ロシア内地と、辺境地域で異なる制度が導入され、集権化、官僚制の強化が図られた。ヨーロッパ部にある、ロシア内地には、県が設置され、構成条県に認められているすべての権限が与えられた。一方で、ソイバルト3県を除く、辺境所権には、 総督府が設置された。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、辺境地域には、これ以外に県に相当する20の州が設置された。1860年代に始まるアレクサンドル2世の大改革により、地方自治、都市行政、司法の制度改革が実施され、地方行政組織や司法組織に対して、有産者による公選制が導入された。 ヨーロッパ・ロシアの34県には地方自治体であるゼムストボが導入され地方経営に当たった。都市部には司会及び資産次会が導入された。1890年代のトルストイ内省による反改革時代にはこうした自由主義的な公選制が批判の対象となり、百八十九年には任命制の地方国民館が設置され、ゼムストボ、都市行政に対しても 貴族身分団体の影響力を強化する制度改定が行われた。1907年から1910年に首相を務めたストルイピンは、地方行政に対する統制を強化し、秘密警察や貴族身分団体の役割を強化した。1917年のロシア2月革命後、臨時政府は、県知事の名称を健コミスサールと解消したのみで、実際の組織機構には手をつけなかった。 一方で、ソビエト政権による地方組織の掌握も並行して行われ、各地に地方ソビエトが設立された。10月革命後、軍以下の下部機関は温存されたものの、県の行政機関は、県ソビエトに選出された県執行委員会にとって変わられた。また、ブレストリトフスク条約により、1917年に、 ロシア国内に設置されていた78県のうち25の県は、ポーランド、フィンランド、バルト諸国として、ロシアから分離した。1918年から1929年の間は、地方行政制度も変更され、1929年には、州、管区、地区に再編された。現在のロシアでは、県という用語は使われていないが、州、または、 地方の主張のことを知事と呼んでいる。ありがとうございます。